高根の花さんは、村田浩二による日本の漫画、週刊漫画娯楽にて、2018年から不定期連載中。2021年4月から泉里香の主演により、BS テレビ東京でテレビドラマ化された。創業100年を迎える老舗お菓子、メーカー、ミツバチ製菓。このミツバチ製菓の商品企画部に属する高根花は、美人で仕事のできるバリバリのキャリアウーマン。職場では常にクールで男どもを近寄らせない雰囲気を漂わせているが、実は彼女は後輩で部内一のポンコツダメ社員、弱勃強に密かに恋していた。花は弱気のことが気になりすぎて弱気に振り向いてもらおうといろいろと彼女なりに努力はするものの、仕事ではついついきつく当たってしまうなど、すべてが空回りしてしまう。そんなある日、花は社長から特命プロジェクトの責任者に指名され、パートナーと共に取り組むよう指示される。意を決して弱気をパートナーに指名し、プレゼンに向けて準備を進めていた中で、社内プレゼンの直前の帰り際の駅のホームで気持ちが抑えられなくなり、ついに弱気に告白する。後社内プレゼンは大成功を収め、プレゼンの後弱気からも、今はお付き合いはできないが、ふさわしい男になると逆に花に告白される。こうして二人の仲は少しずつ動き出したのだったが、気がつけば弱気に恋していた総務部のアイドル天井一護や弱気の同期である淀屋橋梅が商品企画部に移動してきたことで身近にライバルが増えてしまい、花は相変わらず気が気でない状態が続くのであった。そして、商品企画部の伝説的大エースと呼ばれた不動凪も海外から戻ってきた。2021年4月11日から6月27日まで BS テレビ東京の真夜中ドラマ枠で放送された。主演は本作がテレビドラマ初主演となる泉里香。主要人物ゲスト。ありがとうございます。